まあ、勝っても何してもあれね、神戸と福岡に全部、まあ、話題を持ってかれるっていう悲しさはないね。ショスケチャンネル。皆さん、バナジーどうも、ショスケです。ラッキー、みんな元気してるってだけで、さあ、今回もやってまいりました。試合レビューでございますけども、すいません、今回ね、ちょっと19時過ぎちゃったかもしれないんですけども、普段は、試合翌日の朝7時に上げてるんですけど、前もちょっと体調がね、体調なわけで、多分ちょっと Vlog の方を見ていただければわかると思うんですけども、ちょっとね、今私こう見えて陽性者ということで、コロナに感染しまいまして、コロナに感染してしまいまして、昨日のね、ライブ実況の際もいろいろとね、お見苦しい部分はあったかと思います。本当そこは申し訳ございません。でも昨日の配信の後も熱も9度近くまで上がってて、もうこれレビュー撮ってる場合じゃねえと思ってすぐに寝ようと思ったんですけど、体が熱すぎて寝れないのね。もう不思議なことにね。まあ、ちょっと他詳しいことは Vlog の方で、また今日もね、3日目って形で、出させていただきますんでね、まあ、そちらの方見ていただければいいなと思います。というわけで、今回のゲームがこちら、バン。メジャー、そしてメジャー MI リーグ第26節の仙台戦、2対1でなんとか勝利を収めることができました。で、このゲームなんですけど、まあ、両チームに言えることってまあ2つあるんですけど、まあ、まず、まあ、東京も仙台もともに、まあ、入りだったり、その90分当初の内容って、やっぱり、まあ、仙台さんとしては良かったかもしれないけど、東京としては最悪だよね。特に札幌戦の、まあ、やらかしがまた出ちゃったみたいな感じもあるし、まあ、ただセットプレーからの失点って正直仕方がない部分もあるんで、まあ、そこはもう開き直ってやるしかないし、ただまあ流れで決める、ね、チャンスもあったわけで、まあ、そこはしっかりと決めきんないとダメだなと。で、仙台も仙台で、これ崩し方、入れ方っていう部分で、まあ、東京も東京でね、よく仙台の、隙を見て、裏返ってしっかりサイド展開しててもあったんですけど、やっぱりスボビグ、あれがすごいね。あれがすごかったのもあるんだけど、もうちょっと崩しかなかったかなとか思ったり、あ、そう、周りの信頼関係って部分で、もうちょっと内容なんとかできなかったかなと思います。で、仙台も仙台で、まあ、随分中に中にっていう、まあ、マセ使ってね、サイド崩す展開もあったんだけど、マセに出すタイミングも遅いし、もうちょい左使ってもいいんじゃないかっていうシーンもあったし、そこで左使われたら嫌だなってシーンすっごいやったんで、90分見ながら左だったり、もうちょいマセ使ったりとか、そういう怖いなっていう部分もあったんで、そういうところもちょっと中に中にって見すぎて、それはだっけ、アピアタウヤだっけ、あれが中に入ってきて、セットプレーとかあれで中に入れるのは全然いいと思うんだ、それは。それ以外やっぱり、まあ、もちろんスルーパスもあったんだけど、まあ、そこに対する東京の入り方もあったし、もちろん仙台としてはもうちょっとその入り方だったりやり方だったり、まあ、そこはしっかりと見なきゃダメかなというふうに思います。で、ここから、両チームね、各チームの方で話をしていくんですけど、まあ、ベガルタ仙台ですね、まずその縦への意識、まあ、これ今話した通りですよね、外よりも中への意識が強いということで、もう少し外を見ないと、やっぱり東京はやっぱりそこで中に中にっていうふうに見てっちゃうし、そこまで外は警戒しなくなっちゃうんで、まあ、それを狙っていたのかなっていうふうにもあるんだけど、やっぱりもう少しその、まあ、外へっていう意識もあると、その90分通して、相手を崩しやすくなるのかなと思うし、仙台さんはそれができると思うんだよね。なんかそこちょっともったいないなと思いました。で、またマークの付き方っていう部分で、これオマリの1点目のシーンですね。オマリがこれ走り込んでくるというか、そのオマリがその、まあ、球のコーナーキックからどこに落ちてくるかっていうのはしっかり見えてたんで、そこで正直そのコースにあまり仙台の選手がいなかったんですよね。だからもうちょっとそのどこに誰が入ってるかっていうのを予測できてないと しんどいかなと。やっぱりそういうマークの付き方でやっぱ失点につながっちゃうのかなと思います。で、次に、その後入るタイミングだったり、
中に入ったりそのスルーパスに対するタイミングだったりもそうなんですけど、やっぱりその東京のディフェンスにやっぱり読まれてるんですよね。だからそのディフェンスやっぱそこ、まあ、コース切られてそこしか出せなくて、うん、チャンスにならなくてっていうやっぱり惜しかったっていうシーン、うん、あったし、まあ、西村とかね、この西村入ってきたあたりがすごいまあ流れは良くなってきたかなと思ったけど、うん、その流れがやっぱりその同点ゴールにも入ったのかな、なのかなと思うし、だから同点ゴールね、あれなんかすごくあの合わせ方うまかったですよね、うん、ただそのセットプレーでゴールを決めるんじゃなくて流れでゴールを決めないとやっぱり見てる人からしては、まあ、点取ったけどなって感じになるんだと思う。ぶっちゃけ俺も今節2試合勝ったけど2点ともセットプレーだからそこまでっていうあれはない、うん、正直言ってね。でやっぱりこの仙台の守備を今節一番牽引してたのが守護神のスゴビキ選手、うん、もう俺もねツイッターの方からもうスゴビキじゃん、スゴビキだよ、スゴビキ、もう間違いなくあれはすごいよ。やっぱりゴールキーパーをまあ今でもまあ時々やることはあるんですけど、まあ中学校3年間ゴールキーパーしたともあるんですけど、あそこまで動けるキーパーってなかなかいない。しかもそのシュートに対して弾く、1回弾くだけど2回触る、2回目触りに行く、でさらにその後の3回目っていうのあったから、やっぱり俺 J リーグのゴールキーパーどこ見てもスゴビクはこれもう J トップクラスのゴールキーパーだと思う、うん、ランゲラックとスゴビクからもうなかなかね点は取れないと思うの。やっぱりその仙台がここまで失点数だったりとかね、だからそういうのはやっぱりスゴビクっていう部分じゃなくてやっぱりその守備の、連携面だったりそういう部分だと僕は思うんです。はい、で最後そのまあね後半最後の最後もったいない PK のシーンやりましたけども、あのシーンはねもうぶっちゃけ言ってもあれもうしょうがないよ、うん、あのオマリーが入ってきたところによって入ってきてちょっと手かかっちゃったんだよね、でオマリーが倒れて、まあ、PK になるんですけど、まあ、あのテグラモリさんも随分とねあれに関してはすごい不可解なジャッジだったって言ってたんですけど、まあ、手がかかってるのはやっぱり画面から見てわかるし、うん、VAR 西村さんも何も言わなかったってことはあれもかかってたんだよ、うん、そう。でもあの瞬間も仕方がないし、もうあれはもうあれでも割り切るしかない、あの PK のシーンは、うん、もうだからその、まあ、ある意味ああいう入り方しなくても、うん、正直オマリーあそこに位置入っても多分ゴールには入らなかったと思うし、ちょっとあれ逆にうん、不可解なファールというよりもちょっとのもったいないファールだったなって感じはします。ここまでが仙台のお話なんですけど、次に FC 東京なんですけど、まずゴールへの意識の高さっていう部分で、今節特にやっぱりゴールへゴールへっていうすごいあの前へ前への意識がすごい強かったですよね。で渡辺龍馬選手だったり田川選手だったりで永井選手、こうなかなかねこうサブからスタートする選手が多い中で、うん、こうスタートからすごいやっぱゴールへの意識すごい高く見られたし、まあ、そういう部分はやっぱり強いなと思いましたけど、うん、まあ、ただ、決まんないのがやっぱ今の東京なんだろうね、そうぶっちゃけ今の東京の悪さはそこ流れで決まんない、うん、そう高木陽次郎パイセンのシュートも惜しかったし、そう何度も惜しいシーンはあったからね、そう、まあ、すごく、まあ、難しい、まあ、だからいつも言うのがああいう場面で決められないとやっぱ難しいゲームになるんだよって話、ね、結局今節もそうなったでしょ、難しいゲームになったでしょ。でその中で、まあ、その1点目のオマリの入り方、うん、もうちゃんとその球のアウトスイングのボールに対してここっていうのが分かったから、でも2歩3歩でもうあの勢いつけて飛んでもうちゃんと合わせにいったでしょ、あれはもう見事でしたね。やっぱそのディフェンダーだからこそ、その背が高いから合わせられるっていう得意な部分、うん、そこやっぱ出したなと思いましたね。でまた、まあオマリのゴールも素晴らしかったですけど、他にもまああの龍馬の一瞬の動きだったり、ここ本当の小さい部分なんですけど、龍馬が前半かな、あの1回
引くかと思ってこうインで触ったらアウトでボールを触って中に入っていったのかな、そういうシーンがあったんですけど、あのシーンはうまいなと、ただ純粋にうまいなと思いましたね。でなんでそれがうまいかっていうと、やっぱその相手の特にディフェンダーとかってそのドリブルで仕掛けてくる選手に対して、あの一発で来るのか何か仕掛けてくるのかっていう部分で、こうやっぱりこうどうするんだろうっていう悩む部分もあると思うんだけど、あのそこで、まあ、龍馬がそこで仕掛けるっていう、ね、うん、まあ、結局得点とかには繋がんないんだけど、まあ、すごい上手かったなっていうシーンがありました。でまたあの高木パイセンの本当ためね、うん、やっぱりパイセンうめえなと思ったよ、うん、シュートはちょっと残念だったけど、そのため、うん、すぐに出すんじゃなくてあえてためる、でそこでチャンスをあの見てパスを出すっていう、そやっぱりねこう経験ってやっぱ生きてんだね、高木パイセンの、うん、やっぱりねあれはね見ててもやっぱうめえと思ったね。で、あとそのさっきも仙台の話言ったんだけど、そのスルーパスのコースだったりそのシュートコースだったりそういう部分、まあ、カバー入られてる、まあここも東京でいうと狙いに対してのカバーの入り方だったり、そう、まあ、ここはやっぱりうまかった、うん、その相手のシュートコースを消しに行くだったりパスコース消しに行く、うん、数分 の, そのカバーの入り方がうまかったなと思いますし、やっぱり守備に関してはまあ徐々にその、まあ、コンセス流れで失点しなかったんでね、まあ、そこはまあコンセス評価の 評価に入るのかなと思います。でまあ後半からね、仙台のメンバー変えてきて、ちょっと東京の右がねちょっと穴になり始めてきて、うん、まあ、関口選手だったり本当上手い選手がね、この賢い選手が多いんで仙台は、うん、そういうところでやっぱり同点決められちゃったりとか、うん、ちょっとそういうね、うん、まあ、部分も含めて、まあ、本当後半のゲーム内容という部分でやっぱり課題になるのかな、うん、やっぱ90分どうせ集中力持続してない、うん、まあ、最後なんとか PK で勝ち越すことできたけど、まあ、正直この内容で、あのここから先、なんとか神戸だったりやれるのかって言ったらそういうわけでもないと思うんで、まあ、まずしっかりとね、あの気持ち切り替えてあのやっていければいいかなというふうに思います。そしてですね、次節なんですけども、次節、仙台さんは、日曜日の19時キックオフでサガン突戦、そして我々は28日の土曜日、18日キックオフで、神戸戦、アウェーツアーの最終戦となっております。まあ本当ね、お互いね、残留するためにも ACL 圏内確保するためにも負けられない戦いは続きますんで、で仙台は本当特にこの90分通しての戦い方、中へ中への動きよりもサイドに振ったりとかそういう部分の戦い方意識していかないと、やっぱりそこもやっぱり相手に読まれてどんどん失点するだろうし、やっぱスロビクがどこまで神であってもそ 失点は免れないと思うんで、そこはね本当、まあ、出てる選手たちに、ね、意識を持つことが大事かなと思います。そして FC 東京も次節は神戸なんでね、本当 ACL 圏内入るためにはこう絶対負けられない試合になるんで、しっかりと、まあ、多分今日出てないメンバーがまた試合出ると思うんだけども、まあ、どういうメンバーで来るのかなと分かんないんで、まあ、とりあえず無糖酢飯行きましょうや、はい、てなわけで、今回のレビューは以上になるんですけれども、まあ本当ね、まあちょっと、まあ、体調不良のため、ちょっとね今回は、いつもよりも12時が遅れる、夜7時のアップになりましたけども、本当ね、まだまだ、なんとか早く直していけるように、詰めたいと思います。まあまあまあまだ3日目だしねでね、一つ言いますと保健所からまだ連絡来ません。昨日連絡したんですけど、うん、なんか投げやりみたいな感じで、うん、僕はまあその対応好きじゃなかったんで、うん、もう自分でなんとかしますけどね、おかげでまあ熱も今下がってますし、ただ味覚とね嗅覚はもうないんでいい、ほんとみんなかかんないようにしてね。てなわけで私ショスケ、このウェイにね、別チャンネル、そう SNS とあります。全部僕のチャンネルの概要欄に、リンク貼ってありますんで、ぜひチャンネル登録とフォローの方よろしくお願いします。ほんと Vlog の方ではね、ほんとコロナ感染期って形で、毎日動画上げさせていただいてますんで、
ぜひそちらの方もね見ていただければと思います。よろしくお願いします。というわけで最後にね、いやー本当体調悪いのに、ショースケ本当頑張ってんねと思ったから高評価、そしてチャンネル登録とコメントお待ちしております。というわけで今回の動画は以上にしたいと思います。皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それではまた明日、試合予想動画でお会いしましょう。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。ゲームチャンネルもありますので見てみてくださいね。皆さん高評価とチャンネル登録よろしく。